皆さんこんにちは今回は明治時代の経済の前半明治の産業発展のところ確認テストを見ていきたいと思いますはい、それでは四角の一番カッの1見ていくことにしましょう穴埋め形式ですね1番国産のマユを原料としてアを生産し輸出する製紙業 まあ、戦士っていうのは何を作りますかということでキートですね、まあ、歴史用語っぽくない感じだけどでもちゃんとかけるようにしたい日本にとって外貨を獲得する重要な手段戦士、まあ、というのは基本ずっと日本の輸出の中心であり続けたということは知っておきたい幕末以降当初は簡単な手動装置の意が普及しついで機械戦士が広まっていったというところになりますねまずはこれ戦士業ではザグり戦士そして機械戦士に変わっていった まあ、ザグリ製紙の後の機械製紙の木は、この器という字を書くということも忘れないようにお願いしますね。はい、続いて括弧の二番です。近代日本の産業革命の中心は、名刺を生産する、あ、であった。で、千八百八十三年には渋沢栄一らが設立した、e、いが開業し。以降、機械製の大工場での生産が、うん、その前の括弧のとの区別。 こっちは綿なんだよね綿の糸綿糸あっちさっきやったのは生糸生糸は絹織物シルクの原料綿糸は綿織物の原料ですねそしていきましょうこの綿糸を生産するのは何ですかというところで紡績業紡績業製紙業といったら生糸を作ります紡績業といったら綿糸、まあ、日本史の受験ではそういうふうに押さえればいいかな正確には綿紡績といったりするけど紡績、まあ、といったら綿糸 そして八十三年には渋沢栄一らが設立したなんとかが開業大阪宝石会社が開業厳密には八十二年に設立され翌八十三年に開業ということになりますねで機械製の大工場での生産が機械宝石なんて言ったりします機械宝石と言ったりするときの木はこっちの木木片の木ですねヨーロッパ式の技術機械を取り入れた機械宝石の大阪宝石会社というのがこの時にでき以降 大きい、ね、大規模な工場がたくさん作られるようになっていくんでしたね <music> はいそれでは見ていきましょう括弧の3番です政府から鉱山や工場の払い下げを受けた政商は「あへと成長、まあ、特に「四大あと呼ばれたとありますからここには財閥ね財閥ね 後にコンセルンなんて言葉もやるけどまあ、大事なポイントは様々な業種業界のところまで例えば三井金属とか三井なんとかでねまあ、造船だったり金属だったり銀行だったりいろんなまあ業界に渡ったその大きなグループを財閥と呼ぶでその四大財閥の中でもいとか宇とか住友とか安田これは四大財閥と呼ばれたところを入れてくれればいいんでしょう三井そして三菱三井はあの江戸時代の越後屋の三井から始まる三井 そして三菱はむしろこの時代にブレイクしていくあの岩崎弥太郎のね、えー、三菱もともとはこれ岩崎弥太郎の小さなまあ造船会社から始まるんだけど日本郵船という大きな会社になっていくそんなところ流れも抑えながら三菱岩崎弥太郎明治時代三井は江戸時代から三井高利越後屋そしてこれらが住友安田なんかと一緒に四大財閥と呼ばれたということになります。 はい、それでは、四角の二番の括弧の一というところですね。見ていくことにしましょう。えー、一問一答形式です。はい。千九百一年に創業を開始した官営の製鉄所、何と言いますか。というところで、これが八幡製鉄所。八幡製鉄所。で、この八幡製鉄所、どこですか。場所は。福岡県ね。で、千九百一年もできれば押さえておきたいね。二十世紀の始まり。この年から二十世紀です。日清戦争の後、日露戦争の前です。b. この a. の製鉄所。 九州八幡製鉄所に原料を供給した中国の鉄山、鉄鉱石を供給したのは読めるかなダイヤないし「タイエと言ってもいいけど、まあ、ダイヤの矢の字はここ二水ですから三水ではなくて二水政治の字じゃないっていうとこもう一回確認 C1906 年全国鉄道輸送網の一元化を目的に交付された鉄道を一つにまとめちゃうってわけで鉄道国有法ね鉄道国有法ね これが日露戦争後、日露戦争中に鉄道でいろいろ不具合がその情報が漏れたりっていうこともあったりしたので国営になるべく民営という施設も国のものにするというそんなニーズもあったそういうわけで1906年特にこれが日露戦争のすぐあとぐらいなんだと抑えながら鉄道国有法を抑えるようにしてくださいはい続いて括弧の2番にまいります。 19世紀末小型の国産力食器を発明綿織物業の発展に貢献したうん1800年代の終わりで国産の力食器動力付きの織り機といったらそうね豊田佐吉でこの明治の終わりぐらいの時に発明された国産力食器をもとに大正時代にブレイクというか。 二十年ぐらい経った時対戦景気と呼ばれる大一次世界大戦の頃日本ではこの面織物の生産がすごく盛んになり輸出もね増えていくとそんな流れになるスタートラインがこの明治時代の豊田佐吉の発明ということになりますはい括弧の三番見ていきます、えー、産業革命の結果発生した社会問題労働問題とか公害問題ですね A 渡良瀬川沿岸で起きた鉱毒公害事件と書いてありますこの、まあ、利根川の支流ですね渡良瀬川で足尾銅山鉱毒事件足尾銅山そのものは栃木県の鉱山ということになります銅山ということになりますでその事件足尾銅山鉱毒事件で天皇への直訴を試みた元大議士だった人物ですね田中正造田中正造、まあ、直訴は成功とは言えなかったですけどこれを試みた人としてこの名前田中正造の名前しっかり押さえておきましょう。 はいそれでは四角の三番正誤問題見ていきますまい、あ、ります明治時代の軽工業ですね繊維産業を中心たところについて述べた分として正しいものを選んでください一をのうちから二つ選べですからねこの絶対見逃さないように二つ選べ一個じゃ零点になっちゃいますからね一番アメリカの技術を導入して横浜に富岡製糸場が設けられたこれは自信持って叩きってほしいんですけどどうだったでしょうか。 富岡製場最近ちょっと話題でね観光客もたくさんなんて話があるぐらいの話なんですがいきましょうまず横浜じゃない横浜じゃない富岡製糸場どこですかもちろん群馬県ね群馬県ねというところで群馬の場所も分かんないなんてことにならないように地図もチェックしておいてくださいそしてこれで×で安心しちゃだめだよまだ他にに×もあるよそうねアメリカではなくてフランス式の技術フランス人ブリューナなんていう技師もいたりしたぐらいでフランス式です1番2番 大阪防石会社は機機関と輸入入の防石機械を導入したうんまあ蒸気機関ちょっと難しいかもしれないけどねまあ蒸石機械機械蒸石なんていうところで少なくとも罰にしづらいんじゃないかな罰にしづらいんじゃないかな結果まれです。3番日清戦争の頃機械製紙の生産高がザグリ製紙の生産高を上回ったうんこれも結論その通りなんだよ。年 まずはザグリ製紙座ってくるぐるね回すこんなのから機械製紙が導入だんだん機械製紙の生産高が増えザグリ製紙と逆転する機械製紙の方が生産高がザグリより多くなるのが94年でまさに94年は日清戦争の頃なんですねできれば丸にしたい3番をだけど、まあ、仮に2番3番を自信持って丸と言えずとも 1>, 1番と4番がバツでいればいい4番日露戦争を境に国内の免子生産高が免子輸入高を上回ったこれ結構大事なんでね生産と輸入が逆転そしてその後輸出と輸入が逆転、まあ、そもそもね輸出と輸入が逆転するのが1894年日露戦争っていうのは1904年とかだからずっとあこれ97年ねごめんなさいよいしょ、ね、よいしょずっと前。で 何のこと言ってるかって、ごちゃごちゃにならないで、いいっすか、こんなグラフですよ。簡単に書こう。生産が伸びました。ね、生産が伸びました。だから、外国から輸入しなくてよくなりました。輸入しなくてよくなった。輸入が減ったのね。これ時間軸はこう言って、まあ上が量なんだけども。生産が増えて、まあ生産したんだから、外国から買わなくていいわ。輸入が減って、それだけじゃない。今度は生産が増えたから、外国に売ることもできるようになった。輸出ね。 輸出ね、でこの輸入と輸出が逆転するのが97年で生産と輸入が逆転するのはもっと前ですねこれちなみに90年ですから、まあ、どの道どっちにしたって90年代で日露戦争は1904年ですからこれを境にすなわちこれよりやとこの頃に逆転したわけじゃないとっくに前に逆転しているからバーツと。 ね、ちょっと年号みたいなところで難しかったかなただ2番3番自信持って丸っていうのは確かに細かいから1番となんとか頑張って4番をね1番は×にしたいね一番×にしたいねで頑張って4番をなんとかそのためには結論ここで、うん、赤く書いたねこの97年の免子の生産とえごめんなさい輸入という姿勢が逆転失礼しました。輸入とがが逆転これが 基本位制裁を改定法というところと結びついたみたいよね。同じ年号だったよね。これしっかり押さえてもらって二番三番ちょっと難問だったけど出せるような力をつけていきたいですね。<music> はいということで経営、えー、業のところでやってきました。ちょっとややこしいかなと思ったんですがポイントは防湿業免書を作るのか、製紙業キートを作るのか。 まあ前に、ね、江戸時代にどこでもちょっと言ったかなこの生糸と綿織物あその絹織物とね綿織物の違いがわからない人はそれを具体的にね、まあ、これは綿でとかこれはキートでーとか、まあ、実際に触ってみたりしながら綿織物と絹織物の違いを区別で絹織物の原料となる生糸綿織物の原料となる綿紙 そそれぞれぞを作るるのを業、ととといううう区別しししっかりりしてしまますす何でもなくなくだけどこの「宝石」と「精子」がごっちゃのままだとずっとあれどっちだったっけなずっとどっちだったっけなみたいなのが繰り返されて嫌になってきちゃいますからまずはそのしっかり区別をした上で覚えるという風にしてみてるといいかなと思います。